こんにちは。うぷ主カエルマクラ代理のゆっくりパチュリーです。始発の豊橋行きで名古屋から眠い目こすってやってきたおまんじゅう一行を待っていたのは、豊橋発熱海行きのロングラン運用。もうダメー。あんこが出ちゃうのー。と、絶望しかけたその時に現れたのは新たに仲間に加わった救世主。きっとこれからの魔境攻略に役に立つことでしょう。それでは今回も、ゆっくりしていってね。なんだこの金太郎飴じゃないカラーリングの313系は？そういえば8000番台が魔境に飛ばされてたんだったわね。始発で名古屋を出たのはこれに乗車するためですか？真夜中に運用を調べていたら、このロングラン運用にこれが充当されると判明したからね。セミコンパートメントという名の固定クロス部分ね。テーブルは一応ついてるのな。案内表示器が天井にぶら下がってますね。ドアの上だけじゃ天黒に座ってるお客さんからは見えにくいしね。ダイヤ改正前までならこの地獄の工程も今は楽に熱海まで過ごせそうですね。ご乗車ありがとうございます。上り普通列車の熱海行きです。北側新宿から鷲津の順に終点熱海まで各駅に停まります。列車は6両編成です。お手洗いは中ほど、前からは3両目、後ろからは4両目の車両にございます。車内担当者メイン、運転士、矢川、車掌、北島です。途中の静岡までご案内いたします。確認しなかったけど、後ろに3両いつものがついているようね。お手洗いの案内を聞いた限りこちらの編成にしかないみたいね。ってことは後ろは211か。北側です。This is the local train bound for Atami. Stopping at all stations. 二側に着きましたよ。これで愛知県もおしまいね。この先はいよいよ魔境空間ね。次は新城原、新城原です。天竜浜名湖鉄道線は乗り換えです。魔境空間に引きずり込め。引きずり込んだ方が余計にやられんじゃないのかね。こちらが3倍の力でも向こうは4倍の力を出していたのでは。バカ言ってる間に新宿原ね。やけにお客が下車してるのぜ。天竜二俣聖地巡礼ですかね。そういえば新なんちゃらの聖地があったわね。新多すぎ。天浜線の新宿原駅だな。いつになったらうなぎ食べさせてくれるのかしら。万が一天浜線に乗車するときかしらね。しかし大丈夫なのかしらねー。何がなんだぜ。オールロングしか見たことのない静岡県民が。この車両を見たら乗車券だけで乗っていいのか迷うんじゃないかしらね。さすがにそれはないかと。まあ373系もいるにはいるけどね。ほとんど優等種別用だしな。ライナー券売ってないけど乗っていいのってなったりして。なんでこの電車は各駅に停車するんだってクレームが出たりして。あなたたちは静岡をなんだと思っているんですか。弁天島のあたりで浜名湖のご登場だぜ。少しいまいちなお天気ね。土砂降りじゃないだけいいですよ。そろそろ弁天島に上陸ね。私たちのような18族が多い生活でに窓側は埋まっているわね。だとするとシーズンオフにはもう少し空くのかな。小手調べはここまででいよいよ浜松ね。豊橋から浜松まではまだ愛知県内という感じですもんね。ご乗車ありがとうございます。まもなく浜松に到着です。出口は右側1番線です。乗り換えのご案内をいたします。新幹線の終わり光号東京行き7時51分、その後の小玉号東京行き8時25分、いずれも乗りは5番線です。新幹線下り小玉号名古屋行き8時23分、その後の光号岡山行き8時31分、いずれも乗りは6番線です。 We are stopping at 浜松。 Please change your for the 新幹線。車内にお忘れ物、落とし物、なさいませんようご注意ください。まもなく浜松に到着です。出口は右側です。どうかな、どうかな。
離してお待ちください。でも浜松から先は正真正銘試される地なのぜ。ただ今は快適そのものだけどね。工程をちゃんと考えれば東京から大阪まで快適に移動できるようになったわね。ご乗車ありがとうございます。上り普通列車の熱海行きです。天竜川豊田町岩田の順に終点熱海まで各駅に停まります。列車は6両編成です。意外とお客さんいませんね。みんな慣れ親しんだオールロングの方に詰め込まれてんじゃない。そもそも休日の早朝だからそんなにお客がいるとは限らないわ。静岡あたりからの監督いるだろう。次は天竜川天竜川です。This is a local train bound for Atami. Stopping at all stations. 天竜川に到着よ。いつもならまだ天竜川と思うところだけど、今回はこのまま東京まで乗っていたい気分なんだぜ。熱海から先はあの硬いシートですもんね。天竜川を渡って浜松市から磐田市に入るわね。浜松市も合併に次ぐ合併で随分大きくなりましたね。今じゃ政令指定都市で中部地方第二の都市だもんな。県庁所在地の静岡より発展しているかもね。浜松以西は静岡より愛知との結びつきが強いようにも見えるわ。列車によっては乗り換えなしで名古屋まで行けますし、遊びに行くなら静岡より名古屋だろうな。岩田駅手前になんだか不自然な空きスペースがありますね。西側にある工場への専用線があったらしいからその後かしら。 JR 貨物の駅でもあるんだっけか。貨物列車の発着自体はないけどね。西岸駅のみクリアだな。静岡は駅間距離長いから後になってパカパカ駅ができていったわね。短距離利用が多いせいか埋まりそうで埋まりませんね。何度も言うけど休日の朝だからね。袋井駅なんだぜ。今見えてる相対式のホームは基本使われていないわね。ご乗車ありがとうございます。まもなく掛川に到着です。出口は右側です。取り替えのご案内をいたします。新幹線上り小玉号東京行き8時38分乗りは4番線から発車いたします。新幹線下り小玉号新大阪行き8時36分乗りは5番線から発車いたします。天竜浜名湖鉄道線はお乗り換えです。 We are stopping at 掛川 Please change here for the 新幹線 and 天竜浜名湖鉄道ラインその天浜線が合流してきたわね。車内にお忘れ物、落とし物、なさいませんようご注意ください。まもなく掛川に到着です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。小玉しか停車しない東海道新幹線の駅の中では一番利用者が多いらしいな。比較対象が新富士と三河安城じゃねえ。確か新幹線ホームって野ざらしのところありませんか。13号車から先の停車位置には屋根がないわね。雨の日に掛川駅から新幹線に乗るときは12号車より若い番号の号車にするんだぜ。天浜線のホームに刀ラッピングの TH2100 型がいるわね。他にもいろいろなラッピング車両がいるみたいですね。静岡の代名詞とも言うべきお茶畑ですね。鹿児島と熱いデッドヒートを繰り広げているわね。まあ魔境には他の都道府県には絶対に負けない産業があるじゃない。絶対に負けないカンクラというかプラモデルね。福沢金谷館ではこんな感じの風景が続くわね。旧牧野原トンネルの出口も見えますね。金谷まで来たのぜ。大井川鉄道のホームには何もいないわね。1万6000系がいないかなと思ったけど残念ね。大井川鉄道の大井川本線が分岐していきますね。 SL にも乗りたいのぜ。平日じゃないと無理なんじゃないかしら。奥に大広川側線に誘致されている車両が見えるわね。新金谷駅構内の新金谷車両区から伸びているんですね。車両たちの墓場ね。廃車された車両が誘致されたり解体されたりするのぜ。大井川を越えて島田市に入るわね。対岸
山の金谷も島だしですよ。昔は灰原郡金谷町だったしね。本当に違和感満載なのよ。昔住んでいた身としては通るたび同じこと言ってるな。魔境の中心に近づくにつれてお客が減ってる気がするわ。後ろのロングに集中してるかもしれんのぜ。やっぱり見慣れない車両には近づいてこないのかしらね。どうしてもそっちの方向に話を持っていきたいんですね。日中なら様子も変わるでしょう。まもなく藤枝です。出口は右側です。どうか手を離してお待ちください。藤枝も随分様変わりしたものね。ウプ主高校ここからチャリかっ飛ばしてたもんな。この辺りにも古本屋が結構あったみたいね。ウプ主さん、藤枝界隈の古本屋回っていろいろ漁ってたみたいですね。今はまるで面影ないけどね。藤枝駅に到着なのぜ。目の前にある1番線は現在使用されていないわね。しかしみんな似たような作りの駅になったわね。6号とか西会津とか安倍川は変わらんがな。80年代に開業したさっきの3駅はみんな似たような2面2線だなって思ったものね。途中駅も増えて時間もかかるなって思ってたんですね。静岡まで2、3駅立て続けだったしね。この辺からだと静岡に行くだろうと思われるお客で混雑してきたのぜ。多分静岡でお客さん入れ替わりますよね。札幌ビール製静岡限定ビールとはこれいかに。新幹線のホームを見上げたらそこは持ち胸。やっと静岡市内に入ったのぜ。抜けるまでも長いけどね。安倍川を渡り終えたらもうすぐ静岡駅ですよ。また静岡に潜入するには通行手形が必要よ。またさらっと走泊。ご乗車ありがとうございます。まもなく静岡に到着です。出口は右側1番線です。乗り換えのご案内をいたします。新幹線上り小玉号東京行き9時25分、その後の光号東京行き9時41分、いずれも乗りは5番線です。新幹線下り光号岡山行き9時7分、その後の小玉号新大阪行き9時21分、いずれも乗りは6番線です。 We are stopping at 静岡。 Please change here for 新幹線。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。まもなく静岡に到着です。出口は右側です。どうか手を離してお待ちください。ご利用列車は東海道線上り普通列車の熱海行きです。次の静岡駅では9分ほど停車いたします。発車は9時7分です。9分ですか。後ろの3両は切り離さないようね。6両で仲良く熱海までご案内ってか。8000番台3両だけで熱海までってのも時間帯によっては地獄絵図よね。下手すると積み残し出るわよ。的に到着。息を潜めて隠れてなさい。なんでだよ。隣にいるのは373系ですね。帝国通りに静岡を発車したのぜ。しかし見え切らないお天気ですね。晴れてくれると嬉しいのだけれど。父さん、病気を感じます。呪いだってか。ありがとうございます。上り普通列車熱海行きです。静岡、さらに清水の順に終点の熱海まで各駅に停車いたします。列車は6両編成です。車内は前から3両目、後ろからは4両の車両にございます。車内は禁煙です。お客様にお願いいたします。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などよろしくお願いいたします。政府からのお願いです。通勤やテレワークによる混雑緩和、車内では会話を控えめにした強制をよろしくお願いいたします。この列車を担当いたしましょう。委員は運転士青山、昭和原田です。宇宙沼津までご案内いたします。次は東静岡です。列車は赤い車の方は旅スピンガーカールステーション。毎回例の案内が大変そうですね。効果がどれだけあるのかは知らんが、案内しないわけにはいかんのぜ。まあ自分の身は自分で守らなきゃね。静岡車両区だけど見慣れた車両しかいないわね。8000番台がおねんねしてるかなとも思ったんだけどな。
落としはなかったですよね。多分。N700S にぶち抜かれてくわ。今までならあっちに乗りたいとも思ったけど今はこいつでも十分なのぜ。18シーズン以外はあっちになるんだけどね。静岡鉄道静岡清水線をアンダークロスして、ずっと一緒だった新幹線に見下されると。見下されるって、そこは草薙駅でございます。まだまだ続くよ静岡市。次は清水です。みんなも気をつけようね。霊夢お姉さんとの約束だぞ。ゆとりを持った行動を心がけるのぜ。ドアに挟まれたら危ないですよ。すべての行いはいずれ自分に跳ね返るからね。きっともうお日様が顔を出しませんね。のぞみに乗車していないのにこの仕打ちはあんまりだわ。静岡全通か光に乗車した際に全力で煽ったからじゃないのか。まあ雨さえ降らなければ。何やまんじょろいこと言ってんだ。なんなのよまったく。富士山を拝めなければ魔境を通過する意味ないじゃないの。そりゃ拝めるもんなら拝みたいけどよ。こればかりは仕方ないですね。それなら祈祷して雲を蹴散らしてやるわよ。できんのかいな。弾幕で雲を吹き飛ばすなんていうよりはマシだからほっときましょう。はあ、ベントラベントラ。それは UFO呼ぶ呪文じゃねえか。駿河湾が綺麗ですね。曇ってるわよ。そりゃそうよね。あまり気落ちしないでくださいね。また次の機会があるのぜ。そうね、私たちが今乗車してる発電なんだよ。特急と勘違いして呪いが発動してるのね。こじらせてんのぜ。まもなく9時です。4番線に到着。出口は左側です。振り替えの断念いたします。南武線普通列車、富士宮駅は9時47分。振り替えはホーム変わりまして、1番線から発車いたします。車内に忘れ物をなさいませんようお確認ください。We are stopping at 富士、This is here for your ride。身延線の313系に出迎えられて富士駅に到着よ。今日はダメだったわね。今日もじゃないんかい。沼津や三島、熱海に用のあるだろうお客さんでいっぱいですね。雲は相変わらず分厚いな。そこに山はありますか？そこに愛はありますか？いい加減立ち直ってくださいよ。こんなところに8000番台が誘致されているわね。お相手は基本211系なんだな。今乗車している編成もそうですがトイレがないですしね。トイレのない211系を有効活用しなくちゃね。ようやく沼津までたどり着いたのぜ。熱海まではあともう少しですよ。沼津を出たらすぐに御殿場線と別れなのぜ。かつての東海道本線ね。三島ですね。ここからのお客の動向はどうかしらね。そこそこ並んでるな。今までで一番混んでいるように見えるわ。いよいよ終点が見えてきたのぜ。熱海で乗り換えれば東京まで勝手に連れて行ってくれるわ。旦那トンネルを抜けたらもう熱海ですね。この快適な環境ともお別れか。次は終点熱海です。引き続き東海道線上り方面と新幹線伊東線ご利用のお客様は乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点熱海です。3番線到着、出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。列車到着の際左右に入れますのでご注意ください。乗り換えのご案内もいたします。引き続き東海道線上り方面ご利用のお客様、普通列車古賀行き10時37分、ホーム変わりまして5番線から発車いたします。新幹線上り方面ご利用のお客様、小玉号東京行き10時35分、
乗り場は7番線です。当線ご利用のお客様、普通列車伊豆急下田行き10時45分ホーム変わりまして1番線から発車いたします。ご乗車ありがとうございました。まもなく熱海です。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。この列車は折り返し東海道線下り普通列車も島田行きとなります。乗り間違いないようご注意ください。 We are stopping at 熱海 terminal. The doors of the right side will open. Please change here for the 新幹線アンド伊東ライン。まもなく終点熱海です。そういえばこのまま次の子が雪で帰るのぜ。少し休憩してからゆっくり帰りましょうか。そこの脇巫女も復活させなきゃならないしね。そういえばずっと一言も発してなかったですね。どこかで軽くお酒でもたしなみましょうか。お酒？どこにあるのよ。隠さず全部よこしなさい。厳禁なやっちゃな。上からシール貼っているだけなんですね。西のガムテープ補強を思い出したわ。顔つきが同じでも塗装が違うだけでなんだかかっこよく見えるのぜ。そして熱海駅の外に出てきたのだけれど、なぜシルバー王女が熱海にいるの。さすが熱海だ。下水からも湯気が出てるのぜ。そしてお寿司屋さんでお酒をば。うっこほい。昼前から相変わらずですね。適当に刺身の盛り合わせを注文してと。ただこれだと地元のお魚がそんなになかったから、生の桜エビも注文したりして、今やすっかり高級品ですね。あれもうまい、これもうまい。女の子に見えたって、てかグリーンにしたんだな。ゆっくりしたかったしね。リクライニングすること以外はさっきの方が座り心地よかったわね。この電車は上野東京ライン宇都宮線直通小金井行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は湯河原です。今頃になって晴れてくるとはね。まあ綺麗な海が見れただけでも良しとしましょうよ。おはようございます。まあこうなるわよね。ちゃんちゃん、今回の動画は以上となります。まさか8000番台が静岡にやってくるなんて思いもしませんでしたね。おまけに豊橋発熱海行きのロングランに充当されるのなら、これはもう乗るしかないと思った次第です。さて残り2回分の18切符はどうしたのでしょうかね。それは次回のお楽しみ。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょうね。ご視聴ありがとうございました。